センターパブリックストレージは、個人倉庫のリース及び関連サービスを行うアメリカ、合衆国の不動産投資、管理会社。カリフォルニア州、クレンデールに本拠を置き、約40の州で事業を行っている。ニューヨーク証券取引所上場企業。1970年代の初め、南カリフォルニアの不動産開発業者である。 ブラッドリー・ウェイン・ヒューズは、テキサス州を旅行中、地元の不動産開発業者がダラスとヒューストンの郊外で小型のストレージ施設を運営している様子を見て、この考えをカリフォルニアに持ち帰り、1972年8月、ケネス・ボルクと共に会社を設立した。最初のストレージ施設がエルカホンに開設され、南カリフォルニアの不動産価格の上昇や高稼働率、 およびのレンタル価格の上昇により、1980年代半ばまで、会社は毎年2から3億ドルのペースで資金が集まった。この資金は、カリフォルニア州以外への進出を可能とし、1980年代末には、個人倉庫レンタル事業における、米国主義の地位を確立したが、不動産価格の停滞が顕著となったため、投資信託業への転換を図り、 1995年にリートへの転換を完了した。1998年にオフィスリートを PS ビジネスパークスインクとして分社したが、その後も同社の株式の4割以上を保有している。2006年、シアトルに拠点を置く、競合のシュアガードストレージセンターズインクを買収。同社は米国に加えてヨーロッパ諸国にも多くの資産を展開していたが、 オランダ、フランス、スウェーデンなどのヨーロッパ地域では現在に至るまでシュアガードセルフストレージのブランド名で事業を展開している。米国内ではカリフォルニア州、テキサス州、フロリダ州などに特に多くの資産を持ち、米国内の個人倉庫事業が売上の75%を占めている。ありがとうございます。